はいみなさんこんにちは r ク c 選任講師森田隆二ですそれではただいまにエコノミスト森田隆二の経済会計キーワード解説第二回目の講義ですね開始させていただきますよろしくお願いいたします はいえー、本日、ですね、キーワード解説の第2回目ということなんですけども、えー、画面の方ですね、まずちょっと切り替えていきますがあ第2回目、仮想通貨ということになりますけども、えー、先日ですけどもね、1月の末なんですが。あー 仮想通貨のですねネムこれがですね五百八十億円もですね流出してしまったよというまあ出来事事件がありましてですね仮想通貨あのですね注目度がまたさらに上がったかなということで私の方でですね今回キーワード解説ということでさすあの仮想通貨をねまあ解説させていただくことになりましたでこの事件なんですけども具体的にはですねこうですねえ二千十八年の一月二十 6日になりますが仮想通貨取引所大手のです、ね、コインチェックという会社があるわけなんですけれどもそこからです、ね、仮想通貨の一つでありますネムす、ね、がです、ね、過去最大の580億円の流出ということでお金がまあ要は、早話盗まれてしまったと、ね、仮想通貨の一つであるネムという、ね、ものがあるんですけれどもそれが盗まれてしまったということですね。まあ、あのびあのコインチェックという 企業はですねお客様からそのネムを預かっていたわけなんですけどそのお客さんの,です、ね、あのネムがですね580億円分もですね流出、盗まれてしまったということなんですね。でこのコインチェックという会社はですね、まあ、年末年始ね2017年の末そして2018年の年始になるわけなんですけども、まあ、タレントのですね出川さんの出川哲郎さんの CM でですね、まあ、おなじみだったですよね。 えーまあ、出川さんが兄弟役を一、ねえー、人二役ということでやってです、ね、で弟さんがんで,、ね、で、えー、こあの役を、えー 仮想通貨なぜ、えー、ビットコインの、ね、取引はコインチェックがいいんだ、兄さんっていうふうにね、えー、兄さんに言ってですね、兄さん、答えられないんですよ。で、弟のほ、ねえー、方があ、兄さん、まさか知らないんじゃないのかということで詰め寄ってですね、それでお兄さんをンす,するですね、まあ、出川さんがあ、いや、兄さんが知らないはずないだろうっていうふうにね、そういうくだらないやり取りがね、15秒続くっていう CM があったんですけども、まあ、その CM を流してたですね、元がコインチェックという会社なんですけども、そこの会社のですねネームが盗まれてしまったっていうのが、 事件ですよねで、えーまあ、これ過去最大のですねお金の流出なんですね。で、まあ、日本でかつてですね、まあ、2014年になりますけどもマウントボックスというやっぱりこの仮想通貨の取引所があったわけなんですがあそこから流出したお金は470億円だったわけなんですけども今回それを上回るですね最大のですね流出額ということになりますね。 でまあ、流出の原因なんですね、なぜ盗まれちゃったのかということなんですけど、まず仮想通貨を放 ウォレットでで保管していいたととうこなんすねホットウォレットていというのは何かなということなんですけども要はそのお金をです、ね、管理している、まあ、金庫みたいなところがあるんですけどもそこがです、ね、インターネットとつなぎっぱなしになっている状況だったんですねですからハッカーからしてみればです、ね、もう本当に取りたい放題という、まあ、そういった状況なんでしょうかね私はハッカーじゃないから分かりませんけども、えー、ホットウォレットの状況ですからもうインターネットにつながっている状況ですからね、えー、非常に狙いやすい状況であったということですね。 でね、ここがね私はねそのコインチェックの悪質なところかなというふうに思うんですけれどもえ、コインチェックはですねお客様に対しては、ですねコー,ル、えー、コールドウォレットに保管しているというふうに言ってるわけですね、コールドウォレットというのは、要はそのインターネットと切り離している状況にありますから、まあ、ハッカーから100%狙われないえ、ハッカーに対してはね、100%、ハッカーから100%防御できるという状況じゃないかもしれないですけれども、つなぎっぱなしじゃないですから、大丈夫ですよというふうにお客様には言ってたようなんです。 しかし実,態はです、ね、実際はです、ね、フォットウォレットで保管していたつまりインターネットにずっとつなぎっぱなしだったということで、えー、これは、ね、ちょっと大問題なのではないかなというふうに私は、ねえー、この事件に対しては思いましたけどねでさらにこれもずさんだなとうう思いましたけども、えー、マルチシグではなかったということで要は鍵あのその金庫の鍵ですね要は金庫に鍵があるわけなんですけども、えー、この鍵をです、ねまあ、分散して管理してなかったんですね。 要は鍵が一個だったんですね。あのー、マルチシグということで、まあ鍵がねいくつかあってそれを分散して管理するっていうのがまあ,あその安全な管理になるわけなんですけども、シングルシグというふうに言いまして鍵が一個しかないというような状況だったわけで、えー、まあハッカーからしてみればですね、優秀なハッカーからしてみればですね、まあ結構こじ開けるのは楽だったのかなということですね。まあ今ハッカーもすごいですからね。えー、結構日本銀行であるだとかあるいは官庁であるだとかあるいはメガバンクであるだ。 とかそういったところに攻撃しかけてきますから、したがってです、ね、まあ、こういう、まあうん、言ってしまえばです、ねえー、まだ小さな企業、ベンチャー企業ですから、ーそういった、ね、メガバンクとか、そういったところを狙うよりもです、ね、非常にまあ楽だと、実際問題、楽であったと、ね、コールドウォレットではなくて、ホットウォレットで,ですからね、インターネットにつなぎっぱなしと、で鍵も1つということですから、まあ、非常に、ね、泥棒しやすかったと、ハッカーにとっては泥棒しやすかったということですね。 でまあ、あの今回、ね、この流出したということなんですけれども、ここを狙ったのは、まあ、北朝鮮が関与してるんじゃないのかというふうに言われてますね、えーまあ、韓国のです、ね、国家情報院というところがです、ね、北朝鮮が韓国関与してるんじゃないかということで、まあ、北朝鮮に、まあ、やられたのかなというふうにね、ねまあ、一応、今のところはなっていると、まあ。いずれにしてもです、ねえー、ずさんな管理だったよと多いうことですね。 まあ要はコインチェックがですね管理体制が非常に不十分だったとさっきも申し上げましたけどホットウォレットで管理していたしかもマルチシグではなかったということでえインターネット常時手つなぎっぱなしそして鍵も一つということでまあ非常にえ管理体制が不十分であったとそして監視体制要はチェック体制ですねコインチェックのチェック体制もですね不十分だったんですよねコインチェックっていうふうに言ってる割にはチェック体制が通算と。今回の,ねその億 流出したっていうそののことにに気づくのに、ね、ですね11時間もかかってるんですよ11時間後にようやく気づいたということで580億円のお金がねなくなってるっていうのに気づいたということで気づくの遅いよというはチェック体制監視体制もですねちょっと甘かったんじゃないのかなとコインチェックっていうふうに言う割にはですねチェック体制甘いじゃないかということだったんですね。 ではえー、そもそも仮想通貨って何でしょうかということなんですけども、えー、仮想通貨というのはまずです、ね、法定通貨ではありませんということでありましてです、ねまあ、政府・中央銀行による価値の保証はありませんよと、まあ、そういった通貨なんですね。 まあ、通常の通貨であれば、まあ、円であれば、ですね日本銀行がまあ基本的に、まあ、紙幣を出してますよね、効果に関してはまあ政府ですけども、えー、基本的にその紙幣に関しては日本銀行、日本銀行券ですよね、えーまあ、発行しているということですね、だから、まあ、公的権力が背景にあると、まあ、つまり法定通貨というふうに言うわけなんですけども、えー、公的権力が背景にある、そういった通貨、えー、がまあ通常のお金ですよね。 でこの仮想通貨、まあ、ビットコインとか今回でいうとネムですけれどもそういった仮想通貨はですねそういった政府とか中央銀行が背景にいませんよと背景にありませんよとそういった政府とか中央銀行のによる価値の保証がありませんよということですねでそれから2つ目なんですけどもデジタルな通貨だということでありましてネット上でデータ化されたお金ですよということですね。 まあえーまあ、通常のお金はです、ねえーまあ、紙幣とか貨幣とか実物のそういった、ねえー、形になってますけども、えー、このビットコイン、ないしは仮想通貨、ネム、えー、そういったものに関してはです、ねまあ、仮想通貨に関しては、まあ、そのデジタルな、えー、ネット上でその金額化されている通貨ですよお金ですよと。 でそれから取引にも使えちゃうということで、まあビッグカメラだとか、小島だとかですね、そういったところですね、えー、まあ家電量販店、まあ小島はです、ね、ビッグカメラの子会社になってますけれども、えー、ビッグカメラ、小島でも使えますよと、そしてメガネスーパーですね、メガネの量販店としては大手ですけれども、メガネスーパー、それから中華料理店の平鎮炉ですね、そんなところでも使えると、まあ、中華料理の平鎮炉っていうのはね、あの あれですよね、えーまあ、横浜に本店がありますけれども、えーににえー、現存する最古の中華料理店ということなんですけれどもそこでもあのそういう、ね、伝統的な中華料理店でもうん、えー、そのビットコインですね、ビットコインが使えるということですね。 えー、ごめんなさいねだからここのところ仮想通貨全般がですねこれらの会社で使えるということじゃなくて仮想通貨の代表的なものがこれからちょっとお話しさせていただきますけど仮想通貨の代表的なものがビットコインなんですけどもビットコインが家電量販店第2位のビッグカメラないしはその子会社である小島メガネスーパー、ヘイジンローそんなところでも使えますということで、えーまあ、取引なんかにも使えちゃうということですよね、これが仮想通貨、まあ、例えばビットコインということでお話今回させていただいたんですけどね。 でえーまあ、仮想通貨というふうに言いまして、ですねこれ、イコールビットコインじゃありませんでね、えーまあ、今からちょっとね、類型を、あ種類をね、えーまあ、どういう種類があるのかというのをお話しさせていただきますが、まずビットコインと、仮想通貨の中にビットコインというのがこれ、ありましてですね、えー、ビットコインというのは何かなというと、発案者はサトシ・ナカモトという方だと、サトシ・ナカモトという方がですね、まあ、ある論文を発表して、ですねそれに基づいて出来上がったそういった通貨が、ですね仮想通貨というふうに言われているんですね。で 佐藤中本というふうに言ってるわけですから、まあ、日本人かなというふうに思うんですけども、おそらく日本人じゃないんじゃないのかと、英語も日本語ではありませんので、で日本語での発表というのがおそらくなかったと思いますので、おそらくこの佐藤氏中本というのは、えーまあ、日本語、日本人なのかなというふうに思われる名前ですけども、おそらく日本人じゃないのかなというふうに、まあ、多くの方がですね、えーまあ、想定してると。 まあ、2009年にです、ね、発行されましてです、ね、そのビットコインの上限枚数が2100万枚であると、2140年に発行が終了するということで、まあ、現在までにどあの2009年から、ね、発行が始まってて、もうかなりえあの発行が済んでいるわけなんですけども、2140年に発行が終了するとで、発行の上限枚数が決まっているという、ね、まあ、そういうきっちりルール化されている通貨、これがビットコインなんですね。 でブロックチェーンの技術というふうに書,きと書いておきましたけれどもまあブロックチェーンの技術っていうのはこれ何かなというとそもそもブロックチェーンというのはですね、やり取りがですね記録された台帳のことを言うんですねやり取りが記録された台帳のことをブロックチェーンというふうにうやり取りが記録された台帳があってですね、それが時系列にブロックのようにつながっているんですねそれをブロックチェーンというふうに言うんですねやり取りが記録された台帳がまああのデータ化された台帳があってですね、それがブロックのようにこうギュッてなる なっててですねそれが時系列につながっている、これをブロックチェーンというふうに言うんですけれども、その技術ですね、その技術に基づいて、ですねこのビットコインが成り立っているということなんですけれども、このブロックチェーンという技術は、ですね、えーまあ、多くの方が素晴らしいというふうに言っておりまして、ですね、えー、まあしたがって、このブロックチェーンという技術を用いれば、ですね改ざんがおそらくできないでしょうと、まあ、そういうふうにね多くの人が評価しております。でですすかからこ、まあ、ここのととろはしっかりと分けなけけけななればいけないんですけども 仮想通貨である。 仮想通貨であるれもビットコインあごめんなさい仮想通貨であるネムが流出してしまったんですけどもあちらもです、ね、ブロックチェーンの技術が背景にはあるわけですブロックチェーンの技術に基づいてネムがあるわけなんですけどもじゃあネムが流出しちゃったじゃないかとブロックチェーンダメなんじゃないかとそうではなくてですねそこはしっかりと分けなければいけないんですけどもネムが流出したのはですねコインチェックの,です、ね、その管理体制そして監視体制が甘かったとずさんだったということであってブロックチェーンの技術がダメだっ だったっていうわけではないんですよねですからか管理体制きちんとね、えー、これからまた、えー、だからもうこれから規制が強化されるということですねこれから規制が、まあ、金融庁によって強化されるのかなということですけどもしたがってねああのいちあの ビットコインだとかこの仮想通貨の業界にあのサイバーエージェントであるだとかあのアメーバブロックやってるですねサイバーエージェントであるだとかあるいは通販アプリのですねメルカリなんかもですねこの仮想通貨にこれから参入するというふうに言ってたわけなんですけども事業開始がですねこれから金融庁の規制が強化されますので事業開始が遅れちゃうということでねえおそらくねおそらく遅れちゃうということでまあとばっちりを受けたと今回のコインチェックのですねこの流出事件のとばっちりをまあ彼らは受けた。 てるのかなというふうに思いますけどこれから間違いなく、まあ、ルールが厳しくなってくるのかなとこんなことがあったらです、ね、大問題ですからね580億円のです、ね、お金が流出してしまうというのはこれは大問題ですよ。 あのコインチェックはですね、まあ、お返しするっていうふうに言ってますけど、これはどうなるかはっきり言って分かりませんよね。なかなかわからないかなと。もうかなりですね、もうそのお金がですね、もう流出して、その、えー、結構そのブラックなね、えー、ダークウェブっていうまあそういったブラックなそういったサイトがあるんですけども、もそこで結構もう監禁されてるっていう事実もありますし、なかなかですね、ネム財団っていうところがですね、あの必死にですね、その追跡してるんですよ、えー。追跡するということをしてるんですけども、その追跡 ますよというのもその、うんえー、発表するのも早かったしそれに関してはです、ね、ネム財団というのは結構信頼できるなというふうに思いましたけれどもしかしながら、えー、相手もまあやり手というかです、ね、もう実際問題結構、えー、お金を換金、ね、して,るっているといいますし、えー、そのブラックなサイトを通してです,、ね、ですからもう結構その、うん、なかなか取り戻すのは難しいということですよねですからその盗まれた580億円の持ち主の方にです、ね、ちゃんとそのお金が返るのかどうかっていうのは分かりませんよね。 コインチェックのトップの方々は、ですね返すっていうふうに言ってますよ、しかし、私は返せるのかなというふうに思ってるんですよね、えー、なぜかというと、ですねコインチェックの資本金というのは9200万円ですよ、で9200万円で,で、彼らはみなし業者なんですよ、えー、だから金融庁のに,に登録してるわけではなくて、えー、これから登録しますよということで、みなし業者ということで、登録する前の業者なんで、なかなか情報がなか出てこないんですけども、資本金は少なくとも9200万円であると。えー、でで上場もしてませんから、ね、ですかららねす 売上とか利益とかもよく分かりませんけどもえ、580億円のですねそのお金を返還できるっていうそういった体力が本当にあるのかなというふうに思いますよねえ、現預金が580億円持ってる企業っていうのはもう本当数少ないんですよえ、例えばキリンホールディングスっていうのがありますよねキリンビールキリ,ンキリンビバレッジあるいは えー、メルシャンであるだとか雪印、えー、ごめんなさいえー、っと、えー、小祝農業ん小祝乳業であるだとか,とかそういった企業を傘下に収めてるキリンホールディングスっていうのがありますけれども。 今中野で収録してるんですけどね、そのキリンホールディングスがあ今、中野に本社がありますけどね、キリンといえば三菱のキリン業なんで、えー、丸の内にね、えー、三菱村といわれる丸のな、言えてないですね、三菱村と言われる丸の内にです、ね、本社があ,るわけなあったわけなんですけども、中野に引っ越してきたわけなんですけども、だから結構、あのこのスタジオのそばにね、結構あのキリンがあるということで、ご近所さんという感じなんですけども、あまあ、キリンでさえですね、 キリンホールディングスでさえねだからそういうキリンビールだとかキリンビバレッジだとかそういう束になったキリンホールディングスでさえ現預金でいうと589億円ですよ。 だから今回の流出した金額が580億円ですからキリンホールディングスでも現用金589億円ですからね、えー、売上高が2兆円超えてますよ2兆円超えてる企業の現用金が589億円ですから、まあ、そんな企業でもですね、えー、結構その580億円のキャッシュ589億円持ってますけどなかなかですねそれほどのキャッシュ持ってないんですよねですから結構厳しいんじゃないのかなと本当に戻るのかなというふうに私なんかは思ってるんですけどね。 えーまあ、ビットコイン、だからこのブロックチェーンの技術自体はね、あのー、これはあのちゃんとしたものですね、だから管理体制、監視体制が今回は甘かったということでそこはしっかりと分けていただきたいなという,ふうに思うんですよね、ですからそのブロックチェーンという技術はこれからどん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 私は普及していくと思うんですよね、ですからこれから例えば円だとかドルだとか、ひょっとしたらね、えー、あの電子化されていく可能性ありますね、デジタル化されていく可能性ありますね、インターネット上で管理されていく可能性がありますね。でですかからスマートフォンなんかでピッ なんかそういう電子決済みたいなのもこれから出てくるかもしれませんよ。でそうなった時のその技術っていうのはブロックチェーンの技術を使うんだろうなっていうふうに思ってます。日本銀行なんかも、まあ、金融庁なんかもですねもうかなり研究を進めてますし、まあ、ただね、えー、本当に分かってる人はそれほど数は多くないとは言いますけどもかなりやっぱり研究は進めておりますよ。で研究を進めてるそれはその仮想通貨が普及してきてるっていうこともありますけども彼らはいずれその、えー、自分たちの円だとかそういったね、えー、通貨にそのブロックチェーンの技術も入れていこうというふうにおそらく思ます。 持ってるかなということで研究を進めてるのかなとも思いますけども、いずれにしてもブロックチェーンの技術自体はですね悪くないとそこはましっかりとね、えー、分けていただければと思いますね。そのブロックチェーンの技術がダメだから今回流出劇が起こったんだろうっていうことではないということなんですね。 では、えー、っと仮想通貨の種類ということであのビットコイン以外にもです、ね、仮想通貨というのがいっぱいありまして、ねえーまあ、そのビットコイン以外の仮想通貨のことをアルトコインというふうに言うんですね、ビットコイン以外の仮想通貨のことをアルトコインというふうにいまして、まあ、1000種類以上のです、ね、アルトコインがあるというふうに言われているんですね、えーまあ、1500だとかね、えーまあ、そういうふうに言う方もいらっしゃいますけどとにかくいっぱいあるんだよということであります。 で根本的な仕組みはビットコインと同じということで、まあ、ですからブロックチェーンの技術を使っているというふうに考えていただければと思いますね。で例えばということでイ、イーサリアムだとか、リップルだとか、ですねあるいはビットコインキャッシュ、このビットコインキャッシュっていうのは何かなというと、あのビットコインがね、あの分裂しちゃったんですよ、これもこういうこともあるんだな、危険だな、怖いなというふうに私は思いましたけども、ビットコインっていうのは、いくつかにまたもう分裂すでにしてるんですよね、2017年に。 えーまあ、例えばビットコイン、これ、キャッシュということなんですけども、ビットコインゴールドであるだとか、ビットコインダイヤモンドであるだとか、いくつかに分裂してますんで、えー、したがってね、分裂っていうのもありますからね、どん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 こう、ねえー、仮想通貨の種類が増えてるということで、1000種類いうふうに以上というふうに言ってますけども、えー、1500だとか、もっと多いかもひょっとしたらわからないと、1500っていうふうに言ってる方もいらっしゃいます。 それから今回ね、ね、コインチェックの流出劇でですね、話題になった NEM、これも仮想通貨の1つでありまして、ビットコイン以外の通貨でありますから、アルトコインというですね、枠組みに入っているのが今回の NEM ですね。それからまあこういうのが例えばありますよとういうことですね。ででは次なんですけども。 仮想通貨の可能性ということで、ね、考えてみ、えーえー、ましたけどもまず仮想通貨の可能性ということで第三者が口座の凍結や支払い停止などを行えないということですねですから自分の口座に入っているそのお金ビットコイン、まあ、例えばビットコイン仮想通貨であればです、ね、それはもう、えー、貢献力によっても停止を行えないものなんだと。 安全ななんんだとということなんですよねですから、うんまあ、ブラックの方にとってはですね、非常にありがたいものですよね、まあ、例えば麻薬の売買で手に入れたお金だとかですね、えー、あるいはテロ、資金だとか、そういうねブラックな方々が持ってるお金っていうのはあるでしょうけども、えー、銀行の預金口座に、そのいったお金を入れといたら、ですねもし、その人物が特定されたら、ですね差し押さえということになっちゃいかねませんよね。口座の 凍結っっってていうううになっちゃうと思うんでですすよ貢献力を使ってですねそれがビットコインの口座であればないということですから、まあ、ブラックの方にとっては非常にありがたいのかもしれませんけど、えー、そういったね、えー、貢献力がなかなか入り込めないところにあるということでそれは一つの可能性としてはあのそういった、ねえー、ことは、まあ、一つの可能性として考えることはできるのかなと。でそれからですね、国や銀行がですね、えー 破綻してもですね仮想通貨の利用は可能ということですね。 まあ日本なんかで考えますとですね円の価値が急落するというのはなかなか考えにくいですけどもまあ例えば、ですね自分の国のお金が信用できないっていう国があるじゃないですかまあ例えば、ですねジンバブエであるだとか北朝鮮であるだとかですねあるいはソマリアであるだとかまあそういったところの国にお住みの方はですね自分の国の通貨ってあんまり信用してないと思うんですね。例えばジジンンババブブエエでででで言いいますとですすすととねねドルというのがああるんですけどもあれはですね2億 万パーセントです、ね、のインフレ率があある月あったんですよつまり前の,前の年に比べて2億3100万パーセントね、えー、インフレ率が、えー、インフレ率がに、えー、それぐらいになってしまったということでだから具体例で申せばですね前の,前,の前の年に100円のリンゴがですね、えー、次の年になったらですね、えー、2億3100万、えー、100円 っってていう,ふうにねリンゴの値段が変わるもともと100円だったのが1年前に100円だったものが、えー、2億3100万のインフレ率ということは2億3100万100円のお金を払わないと同じりんごが1年後には買えないということですよね。ですからそれだけのインフレが起きるということはお金の価値が大暴落するということですよそ、まえー、例えばジンバブエなんかね今は結構安定してるんですけどね。ですからまあ要は何が言いたいのかっていうとそういう国の通貨を使ってる方はですねそういうい国の通貨 なんんて信用でできとということでビットコインの方がまだましじゃということでビットコインの方を持ちたがりますよね。ですからそういうね、まあ、日本なんかじゃなかなか考えられませんけどそういう,こう中央銀行がだらしなくて政府がだらしなくてインフレ率が何,パ何万パーセントというハイパーインフレというふうに言いますけどもそういうふうなハイパーインフレを起こすようなですね、まあ、だらしない政府中央銀行のところにいるそういった国民はですねそれはもうこのビットコインのような仮想通貨というのはありがたい存在ですよ。 ずっとマシなんでそれはありがたい存在でしょうということで、えー、それはまあ一つの、ね、仮想通貨の可能性としては、えー、当てはまるのかなとでそれからまあ送金などの手数料がです、ね、非常に安いというのもポイントですよね。 であと、まあ、先ほどね、ビッグカメラであるだとか、平賃路であるだとか、メガネスーパーであるだとか、そういったあ、ね、お店なんかでもビットコインがつかめ使えますよということだったわけなんですけども、やっぱりあのクレジットカードの手数料なんかと比べても、ですね非常に安いっていうメリットもあるんですよね、例えばビッグカメラがね。ビッグカメラからするとですね、 例えばクレジットカードでお客様がです、ね、お支払いしたならばです、ね、大体3%から7%ぐらい、まあ、幅あるんですよそのクレジットカード会社とです、ね、その会社お店との力関係でその。 支払い手数料というのが変わるわけですからあ幅はありますけども大体3%から7%ぐらいのその手数料をクレジットカード会社に払ってるわけですよですから例えばビッグカメラがですねお客様から、まあ、あ何でもいいですけどもアメ,ア,メアメックスかなんかでですねカードの支払いをしてもらったらですねそのカード会社に、えー、手数料として3%から7%ぐらいの,、えー、ものお金を払うわけなんですよねでそれがあのビットコインだったら1%ぐらいですよおそらくね。ですから非常に そのビットコインで払ってくれればですねあの手数料が安く積むともちろん現金で払ってくれれば一番いいんですけどもビットコインで払ってくれれば、えー、安く積くと、まああの。店によってはね ああののパーセントあの手数料取られてもですね現金で商売するの嫌だっていうところもあるかもしれませんね、やっぱり現金だったら紛失する可能性、あれ現金だったら、えー、盗まれる可能性というのがありますけども、まあ、クレジットカードとかビットコインでの決済だったら、手数料は発生しますけどね、そういった意味では安全があ安全性が確保されますから、えー、まあひょっとしたらね、えー、その、うん、キャッシュレスの方がいいのかなと思いますけども、いずれにしてもコストは発生するとで、そのコストで考えると、キャッシュカードよりもですねあクレジットカードですね、ごめんなさいね。キャッシュカード けどクレジットカードですけどもクレジットカードよりもです、ね、ビットコインの方が手数料が安く済むという、ね、そういったあの企業側の販売店側のそメリットもあるとでそれからインフレリスクがないということで、えーまあ、先ほど申し上げましたけどビットコインでいうと2100万枚が上限枚数ですよとなってますからあーそのー、まあ、上限の枚数が決まっているということですよね。 ですから例えば今の日本でいうとですね、まあインフレが起こってないのが不思議な状況かもしれませんけど、まあ例えば黒田日本銀行総裁がですね就任したときっていうのは、えー、マネタリーベースというふうに言いましてね、日本銀行から放出されてるお金がだいたい80兆だったんですよ。でそれが毎年毎年あごめんなさい80兆じゃないですごめんなさい、えー、200えー、っとえー、っとごめんなさいね。 百数十兆だったと思いますね、でそれが今、500兆円に,兆円になっているといういう,ふうになことなんですよ。ですからまあ相当な量を、ね、毎年大体80兆円ぐらい、ね、お金を出しているんですね。えーそうですねうん 多分150、6 0兆とかそれ、百数十兆だったと思いますねそれが今、500兆円ぐらいになっているわけなんですよ、えー、日本銀行から放出されているお金ですね。ですから、あそのどんあの,その,時のです、ね、経済状況によって、ですねその出すお金の量がこれ、変わるということですから、まあ、今、インフレはもちろん起こってませんけれども、むしろデフレからの脱却ということを掲、ね、げて、えーまあ、金融政策をやっているわけなんですが、あそのお金の,その出す量が増えれば、インフレリスクっていうのが当然出てくるわけなんですよ。 要はお金の価値が下が下ってくるってことこですねお金の大量に世の中に放出しているわけですから要はお金の価値が下がりそれは物の値段が上がるということですから、まあ、したがってそのインフレリスクというのがどうしてもその通常のです、ねまあ、中央銀行がお金をです、ね、発行するスタイルで考えますとです、ね、インフレリスクというのがあるんですけども上限枚数が決まってますから仮想通貨というのはねそういった意味ではインフレリスクがないよというふうに説明されることがあるんですよね。 でえー、仮想通貨の負の側面ということなんですけども、えー、資金洗浄に使われるっていうね、まあ、マネーロンダリングっていうふうに言ったりしますけども要はですねブラックなお金っていうのがあるじゃないですか、まあ、先ほど申し上げましたけども、あのーまあ、麻薬での売買だとかあるいはその、まあ、犯罪に絡んでですねそうい、えー、かお金だとか、えー、非常にブラックな人たちのブラックなお金っていうのがあるわけなんですけどもそのブラックなお金をきれいなお金に洗浄する際にねこの仮想通貨が使われる可能性がある わけなんですね、仮想通貨といいうのは非常に匿名性が高いんですよまあ日本でね例えばコインチェックだとかビットフライヤーだとかその、えー、交換所をね、えー、日本のそういった交換業者を使ってですね、えー、取引するっていうふうになるとですね、えー、その交換業者に登録する際に、えー、実名をちゃんと 使わなければいけませんから、日本の業者を使う分にはですね、もうバレちゃいますよ。えー、身元がバレちゃいますよ。だから私が日本の業者を使ってですね、ビットコインとかまあそういったね仮想通貨ネムだとかそういうのを使、えー、そのね、えー、こう売ったり買ったりするのは、そういったら私というふうにもう個人が特定されちゃいますよ。えー、しかしながら日本の業者を使わなければね。 まあ外国だったら結構、ですねまだ甘くてですね、あのーえー、匿名でねそのビットコインの口座を作れちゃったりするんですよ、えー、そういう裏技みたいなのがあるんですよですからビ、あのー、仮想通貨というのは非常に匿名性が高くてですね、えー、非常にその悪いことに使われる可能性というのはあるわけですねあるいは口座の売買ですね、まあ、ついこの間ベトナム人が捕まっておりますけれどもベトナム人の,その口座ですね仮想通貨の口座の売買が行われたということで それであの捕まっておりましたけれども要はその口座の売買っていうねえことでえ悪いあの闇の方の、ね、闇の方にその口座が渡る可能性もあるっていうことですよねですからまあ資金洗浄えブラックなお金を洗浄する際に、えーまあ、その仮想通貨っていうのは結構使われやすいかなっていうことなんですよね。 でそれからですね、まあ、ハッキングされる可能性があるということで今回の件はそれですよね。え、五百八億円のお金が盗まれちゃうということですからね。えー、ハッキングされちゃう可能性があるんだということですね。もうハッキングのレベルも上がってますから、あ、非常にね、え、怖いですよね。まあ,あの政府だとか中央銀行にも攻撃を仕掛けるっていうね、そこまでそのハッカーの方々のですねレベルが上がってるということですから、やっぱりね、そういったベンチャー企業であればですね、なかなか技術的にもあるいは資金的にもですね、あるいは人材 具体的にも、えー、なかなかね、あのそこまでの、ね、ガードっていうのは難しいのかもわかりませんね。今回の,その、えー、コインチェックの件でね、それがまあ明るみに出たのかなというふうに思いますね。でそれからですね、まあ、価値が暴落する可能性があるということでありましてですね、まあ、例えばビットコインで言いますとですね、2017年の末でいうと1ビットコイン2万ドルまで行きましたよ。 2万ドル近辺ままで行きましたね1ビットコイン2万ドル近辺まで行ったんですけどついこの間、ですねついこの間って,っていつだよとうう思われるかもしれませんので申し上げてもいいすけど2018年のですね2月ですね2月のいつだったか忘れ,忘れましたけど1ビットコイン6000ドルですよ1ビットコインが6000ドルまでこれ下がるということで2万ドルから6000ドルまで下がってますよまた盛り返してきてます、まあ、おりますけどねですから非常にですねこうブレると。 ね、価値が上がったり下がったりすると、えー、価値が暴落する可能性もあると。 下手すすするると紙くずになる可能性がありますよですからそこが金との違いですよね金が紙くずになることはありませんよ、はっきり言って。ね、金を買うということは、金が紙くずになることは絶対ありません。だって金というのは、もう実際に価値を持っているものですからね。ですから、あまあ株だったら、ひょっとしたらかか紙くずになることはありますけども、でも企業というのは、やっぱりこの価値を持っているわけですからね、物を生み出すという、そういった価値を持っているものですから、なかなか紙くずにはならないかなと。まあ、もちろん紙くずになるときもありますけども、ビットコインというのは、その可能性が ひょっとしたら高いのかもしれないと、金だったら絶対ありありえませんよ。紙くずになるってことはね。だから、その価値の暴落っていうのが非常に今回で言うと2万ドルから1 6000ドルまで下がるというね。その価値の暴落っていうのがありますんで、そこを気をつける必要があるのかなと。 それから仮想通貨に絡んだ詐欺行為とか、そういうのもあるわけですよね。ですからハッキングされる可能性がある詐欺行為、こんなのがありますんで、まあ、投資家保護のですね、そういったあ投資家保護をどんどん強めなければいけませんし、セキュリティ対策というのが非常にですね、急務なんですよね。 だいいたビットコインを使っている方はです、ね、世界で2000万人というふうふに言われているんですけれどもその2000万人の方のうちの6割がだいたい日本人であるということでですから日本人がです、ね、被害に遭う可能性というのは非常に高いわけですね、今回の580億円の被害というのはほとんど日本人だと思いますからねですから、そのセキュリティ対策、投資家保護、ここを、ね、一層強める必要があるのかなということで。まあ ですから先ほど申し上げましたけどこれから新規参入する、ね、例えばメルカリであるだとかサイバーエージェントというのはちょっと、ねうん、規制が強まったときに参入するという,ふうなことになるのかなとうう思いますけどね。 では、えー、その次なんですけれども、そもそもビットコインとか、あるいはネムみたいなあ仮想通貨、ですね。通貨っていうふうに名前が付いてますけど、そもそも通貨なのかっていうことなんですが、えー、そもそも通貨貨幣にはです、ね、定義がありましてね、貨幣には以下の3つの機能が必要ということで、定義があるんですよえ、3つを満たしたら貨幣だということで、まず1つ目、支払い手段と。 支払い手段というのは、例えば、物を買うときに、その通貨を使えるということですよね。例えば、私がですね、何でもいいですけども、お茶を買うと、お茶を買う場合、お金を渡したら買えるじゃないですか、その物を買うときに入って渡して、ですねそれで取引が成立するようなもの、これが支払い手段になるわけなんですけど、基本的にお金というのは支払い手段ですね、日本だったら円が支払い手段になっているわけですよ。 でまあ、ビットコインも支払い手段が、まあ、例えばあ、先ほど申し上げたヘイチ o ンであるだとかあメガネスーパーであるだとかあのビッグカメラであるだとかそういったところでは使えるということで、まあ、支払い手段があとしての成り立っているというふうに言うこともできるんですけども、まあ、しかしながら圧倒的にです、ね、使える店が少ないですよね、えー、なので、うん、果たしてどうかなということですよね。<laughs> でそれからですね価値貯蔵手段ですね、価値貯蔵手段というのは腐らないということですね、お金腐りませんよ、ね、お金は腐らないということですね。で例えばうん何ででももいいですけども 魚を買ったと、ねえー、300円出して魚を買ったと、ね、でその魚というのは、買ったときはもちろん価値がありますけど、1日2日経ってどんどん,どん,どん、ねえー、腐ってきますよ、ですから、いずれ腐っちゃうということで、価値貯蔵できませんよね、えー、それに対してお金というのは、もちろんインフレリスクがありますけれども、まあ、インフレが仮に起こらない、あるいはむしろデフレですよ、今の日本経済ね、あまあ、今デフレとは言いませんけど、デフレ圧力はまだまだ消えない状況ですよね、ついこの間だったらデフレですよ、デフレというのはお金の価値がむしろ上がっているということですよ。ですから、まあ では何が言いたいのかとがうと、えー、価,値があ貯蔵価値を貯蔵で受けるというのが基本的にお金ですよね、まあ、日本の円であるだとかドルだったらそうですよね、まあ、ジンバブエドルだったらですねさっき申し上げましたように2億3100万のインフレ率ということですからまあね。 すすごいですよね2008年の7月だったと思いますけどそれは公表されている数字ですからねですから公表されている数字それだと非公表だったらもっとね実はあのインフレ率高いんじゃないかという,ふうに言われてたりするんです。よね すすごいいい国だなとううふうに思いますけどアフリカのジンバブエという国ですけどもだからまあそういったところの通貨だったら価値貯蔵手段これ成り立ってないじゃないかというふうふに言われたりしますけども、まあ、通常のまあ日,本が発行日本の中央銀行が日本銀行が発行している円は、まあ、価値貯蔵手段になっているんじゃないですかとであるいは価値尺度ですね、えー、価値の尺度として成り立つとですからまあこれもビットコインだったら厳しいんじゃないですか。 だからあの値段が上がったり下がったりこれ激しいじゃないですか、まあ、先ほど申し上げましたけど1ビットコイン2万ドルだったのが7000ドルということですから大体、だいたい暴落率が70%になるわけですよ1万4000ドル下がっているわけですからね暴落率が70%になると。こ、えー、これっていうのはか、あのは、ー、はついこの間までは これぐらいのお金で買えたのに今回はいっぱいお金を払わなければいけないということでこ価値尺度としてどうなのかなとその、まあ、その価値がぶれすぎてるじゃないかということで価値尺度としてどうなのかなというところですよね。ですからうん、えー、価値貯蔵という意味でもですね、えー、ついこの間に比べて70%も価値が下がりましたよということで価値貯蔵としてもいか,いかがなものかなとね。 まだ株式の方がましだと思いますよ、私は価値貯蔵ということで考えるとですね70%も価値が落ちるって、株式だったらなかなかないですからねも、もちろんリーマンショック級のショックが加わるとあるかもしれませんけれども、まあねちょっとなかなかあんまり考えられないのかなということで、まあだから価値貯蔵ということでもどうかなと、で価値尺度ということでもあまりにもぶれますんでね、尺度としてどうなのかなということで、この3つの機能がですねなかなか当てはまってないんじゃないかなということなんですよね。 ですから、まあ、例えば支払い手段ということで考えると使える店がつかないとで価値の変動が激しいので価値貯蔵だとか価値尺度にはなり得ないんじゃないのということでありますよねですから貨幣とは呼べないのではないのかなと、えー、仮想資産だっていうふうに、ね、言われる方なんかもいらっしゃいましてですね日本銀行の黒田総裁だとかねあるいは日本銀行の黒田総裁はね仮想通貨っていう表現やめた方がいいよというふうふに言ってるんですよ。 仮想資産だというふうに言ってるんで仮想資産の方がいいんじゃないかというふうに言ってるんですよね あるいは、ね、あのイングランド銀行のカーニー総裁というのがいるんですけれどもカーニー総裁は、ね、カナダでも中央銀行のトップをやっていてそれでイングランド銀行のトップもやっているという、まあ、そういったあその経済にも精通している素晴らしい方だと思いますけどカーニー総裁なんかもやっぱりビットコインというのはもうだめなんじゃないかというふうに言っておりますけども、まあ、いずれにしても仮想通貨ではなくて仮想資産の方がまあ表現としてはしっくりくるんじゃないのかという、ね、そういった意見なんかも偉い人がそういうふうなことも言ってますんで、まあ、そういうふうに にも思思っていいただければと思いますねですから私は全否定はしませんし、まあ、一つの,その資産としてはいいのかなと思いますけども、まあ、仮想通貨通貨というふうに言うのはどうかなとこの貨幣の3機能っていうのが、ね、あってその3機能を満たすものが、まあ、通貨貨幣だというふうに経済学的に考えますのでどうなるのかなというふうに思いますよね。 でビットコインも、ね、これから前途多難だと思いますよ、今回のコインチェックのようなあ事件が起きると、やっぱり信用という面では落ちますし、それから、ね、先ほども私、申し上げましたけど、 あのビットコインも分裂してるじゃないですかビットコインえキャッシュだとかビットコインゴールドだとかビットコインダイヤモンドだとか分裂してるとそして新たにです、ね、新しいです、ね、アルトコインがどん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 出てきてきてるということでだからビットコイン自体は上限が2100万枚かもしれませんけど新たにです、ね、その仮想通貨というものであればどんどん出てきてるんですよ。 ですからあーその価値という意味でね、価値尺度という意味で仮想通貨がどん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 ん膨らめばですね、発行量が膨らめばですね、仮想通貨全体の価値が下がってくるということは絶対そうだと思うんですよね。したがってその価値尺度というところでいうとね、仮想通貨これから厳しいのかなとも思いますよね。 まあ仮想通貨、だから一つの可能性ではあるんですけど仮想通貨というのは将来性が確かに高いところもあるわけなんですけども、まあ、しかしながらどうなのかなというふうにどちらかとしては私はどうなのかなというふうにも思ってしまっているんですけどね、まあ、一つのです、ね、金融資産、金融商品のとして捉えるということがいいのかなというふうに思いますね。 本日です、ね、仮想通貨ということでお話しさせていただきましたけども、コインチェックの件ね、まあ、うまく、あの何事もなくその終わってもらえればなというふうに思いますね、また、あそこで、ね、お金が返せませんとかっていうふうになりますとです、ね、まあ、一つのそういったトラブルということで、またこういろんなところに波及する、悪い影響が悪い、ね、ことが波及する可能性がありますので。まあ えー、うまくね、えー、いってくれればいいなというふうに私は考えております、えー、それはですね本日の講義ですね以上とさせていただきますどうも皆さんお疲れ様でした